農書弁事郎昭和11年5月11日は、日本の作曲家、音楽教育家。娘は、同様歌手の農書文子、農書ヨネ子、農書みち子,子。姉は、日本キリスト教会の牧師、三浦徹の妻リウ、ウサギトカメ、お月様、桃太郎、猿カニ、などの作曲者として知られる。爆心、農書十衛の四、男として、武蔵国江戸の築地に生まれた。 六人兄弟の末っ子。1880年頃、築地一英和学校に入学。1883年2月に、音楽取り調べ係に練習生として入学。ピアノを鳥居誠、こと、ウリュウシゲコ、ギヨーム・ソーブレー、昇華を上正幸に学んだ。これ以前にビオラをフランツ・エッケルトに習っていたこともある。1887年2月、音楽。 取り調べ係卒業後、研究生兼教務職宅となる。1888年9月、学習院法職。1897年、明治音楽会を同志とおこしオーケストラの紹介に、勤める。1903年10月、家族女学校兼務。1912年、学習院を自主森村小学校に教鞭をとる。そのため、自助学校、小坂井女学校。 東京高等商業学校などでも指導にあたる。森村小学校退職後仙台に移住し、同地で没した。田村虎蔵と共に、原文一致体の章下を提唱し、幼年章下、少年章下、尋常小学章下、高等小学章下の編纂にあたった。ありがとうございます。